はいみなさん、bonjour。投資家キューバーです。今日のテーマはこちらになります。ファイアの次元講座。そのステップ1、貯金するということで話していきたいと思います。まずは今日の例はこちらになります。なぜ貯金しなければならないのか。お金を貯めるためにはどうすればいいのか。毎月いくら貯金すればいいのか。40%以上を貯金するのは難しいのか。最後に2種類の貯金を準備しましょう。 ということで、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、こちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。また、ぜひ、よかったら、いいねボタンを押していただいて、また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。まず、なぜ貯金しなければならないのか。Fire は、経済的独立と即立式のことですので、経済的独立するためには、 皆さんも予想しているかと思うんですけれども、貯金をしなければなりません。ファイアを実現するまでの期間は、主に自分の収入と貯金しないです。特にお金を貯めないと、投資ができない。投資ができないと、お金が増えない。お金が増えないと、経済的に独立できないということになります。なお、貯金するのは、日々の生活の中でも本当に重要かと思います。そもそも、 貯金しないと、毎月ギリギリ生活をしているということになりますので、万一何かあった場合は本当に困ってしまいます。例えば病気になったとか、突然仕事がなくなったとか、収入がなくった場合は生活を支払うことはできなくなりますので、本当にこの状況を避けていただきたいと思います。ファイアを考える前には、まずしっかりと貯金できるようにならなければなりません。 では、お金のためにはどうすればいいのか貯金するお金を増やすためには2つの方法しかありません。まずは1つ目は、出てくるお金を少なくする。つまり、出費を抑える。もう1つは、入ってくるお金を大きくする。つまり、収入を増やす。ということになります。出費を抑えるのは、ファイアのステップ2になりますので、次の動画で詳細に説明していきますので、よろしくお願いします。もう1つは、収入を増やすには、 転職することもできますし、副業を始めることもできます。転職することで、今より給料の高い仕事に蹴ることもできます。同じ会社を長く勤めた場合は、給料が確かに上がるんですけれども、その上昇率は本当に低いですので、給料をもっと上がるには、退職した方が一般的には効果的です。あとは、副業に関しては、本当にできるとは無限です。 小さなビジネスの始めることもできますし、アフィリエイトもできますし、ブログもできますし、メルカリもできますし、ウーバーイツの配達にもできます。今、自分の勤める会社のルールを、えー、確認しなければならないんですけども、仕事に特に影響がなければ普及をしてもいいのかなと思います。では、具体的に毎月いくら貯金すればいいのか見ていきましょう。 以前の動画では、家計簿を作る必要性について話してきましたけど、その中で、毎月直近は収入の25%程度で良いかと言っていました。ここで言う収入は、給料そのものではなくて、税金、保険、年金を支払ってから手取りとして残っているお金は収入としています。ただ、早めにファイをしたい人は15、25%だけでは絶対に足りません。 経済的に独立数を図るためには、お金を貯めて投資してお金を増やしていきます。なので、毎月投資できるお金、つまり貯金しているお金は大きくなるほど早くファイルを実現することになります。出費を抑えたとしても、収入を増やしたとしても、少なくとも貯金するお金は収入の40%以上になるまでに工夫するようにしていただきたいと思います。 個人的には収入の40%でもなかなか貯金できればいいのかなと思うんですけども、50%以上は望ましいです。収入の40%以上を貯金するのは難しいかどうかは皆さんの生活イルややる気次第だと思います。例えば、毎月25万円の収入の人はその40%を貯金する。つまり、収入の60%で生活をしなければいけないということになります。 なので、毎月15万円で生活できるのか、それを具体的に確認しなければなりません。もちろん、ここは毎月の生活費を明確にする必要があるんですけども、それをするためには、家計簿を作って確認をしなければなりません。必ず家計簿を作りましょう。また、15万円って無理でしょうと思う人は、収入を増やすのか、出費を抑えるのか、 それとももう完全にファイヤーをやめるのか考えなければなりません。収入を30万円までに上がるとすれば毎月18万円で生活できるようになりますのでそれで足りるかもしれません。逆に出費を忘れるには少し工夫が必要ですので次の動画で詳細に説明していきたいと思います。最後に2種類の直金を準備しましょうという話になります。 貯金するにあたって、まず2種類の貯金をしなければなりません。その2種類は、まず緊急の貯金と同種の貯金になります。まず、緊急の貯金を見ていきましょう。先ほど説明した通り、万が一何かがあった場合は、お金を貯めていないと本当にまずいです。病気になったとか、仕事がなくなったとか、収入がなくなった状態になっても、今の生活を維持できるように、 緊急の貯金を準備しなければなりません。投資の貯金を準備する前に、まず、こちらの緊急の貯金を準備しなければなりません。この緊急貯金にいくら貯めたらいいのかというと、今の生活費と6ヶ月分から1年間程度を貯めると良いかと思います。例えば、毎月の生活費は15万円の人は、 90万円から180万円を貯めたらいいかと思います。こちらの緊急の貯金は本当に大変なことが起こらない限りは触りません。例えば、仕事がなくなったとしても、この6ヶ月分から1年間の間に今の生活を維持しながら新しい仕事を見つけることができます。次は投資用の貯金です。 金急の貯金を準備できた後に次は投資用の貯金を準備しなければなりません自分の資産を増やしていく中で投資に必要となるお金をそこに入れていきます毎月の収入の40%以上をそこに入れてそこからこのお金で投資していきます緊急の貯金を準備できた後に基本的には毎月ためるお金は全て この投資用の貯金に入れて、毎月しっかりと投資しなければなりません。例えば、収入25万円の場合は、毎月10万円以上を貯金して、そのお金を投資していきます。つまり、生活に必要ではないお金は、全部投資に回していきます。もちろん、どうやって投資するのか、これはファイアのステップ4になりますので、その動画で説明していきたいと思います。 では今日のまとめに入りたいと思います。今日はファイアのステップ1、貯金するを説明してきました。お金をためないと投資ができない。投資ができないとお金が増えない。お金が増えないと経済的に独立できないというのは一番のポイントになると思います。貯金できるお金を増やすためには、出費をされるのは非常に効果的ですので、次の動画ではファイアのステップ2、 出票るを説明しししていいきききまますす。ので、引き続きよろしくお願いしますそれでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターとインスタ a もやっていますので、ぜひフォローお願いします。また皆さんから何か 説明してほしい内容がありましたら、下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。